行である中1ピ20、有識者からの評価がこちら。中井の評価、レオザ、16くらいから成長してない、難しい、小沢、スペイン3部でも厳しいレベル、木崎、今年活躍が期待できる若手ナンバーワン。木崎が褒めたならいけるな。体力が全然ないらしいな、うまいけど45分持たないらしい。ボーちゃんでさえあれなんやし、ユース世代ですごくてもあかんねんな。J リーグ経由せずに直接海外に行くのほんまやめた方がいいと思うんやが、そのパターンで成功した人おるん。少なくとも日本代表のレギュラーは全員 J リーグ経験者だよな。今も J1 で活躍してる宮市って一応成功パターンなんかな。スペインの2部や3部って待遇 J リーグより A らしいけど、出世した選手はあんまり聞かないよな。スペイン3部って半分アマチュアやから比べるなら普通に J3 とかやで。